移動性とは、生物における興奮性のことであり、それを取り巻く環境が変化したことに対しての反応として現れる。この用語は、刺激に対しての生理反応として使われることもあれば、病的で異常な旅を超えた過剰興奮性としても使われる。多くの場合では、これは苛立ち、怒り、フラストレーションを指している。例えば自閉症者においては、 攻撃行動パターンが特徴付けられる。D. ベニス・テーバー、S. サイクロペディック・メディカル・ディクショナリー、フィラデルフィア、ペンシルベニア、F.A. Davis c o m p ISBN 九七八ゼロ八ゼロ三六二九七七六ロバル、アントニー、ルラシドン・フォーザ・トリートメント・オブ・イリトビリティ、アソシエイテッド・ウィズ・オーティスティック・ディスオーダー。オーティズムアンド デベロップメンタルディスオーダーズ四十六千百五十三千百六十三。http コロンスラッシュスラッシュレーダッシュウェービードットエイドットイービコム。ライブラリードット四シードットエルスラッシュイーエイエスティスラッシュピーディーエフビースラッシュピーディーエフビー シドイコール 52F2D134 から 1A、3A-48E8 から 8697F8R895A238%、40セッション無がー 4007&、ビットイコール 0&、HID イコール4114。ありがとうございます。